はい、皆さんこんにちは。今日はタカラトミーモールオリジナルのトミカプレミアムテスタロッサイエローだね。これで全部3色揃ったんで見ていきたいと思います。まずはこれだね。おお、かっこいいね。じゃあしっかり見ていきたいと思います。でこのイエローっていうのがすごいなんか爽やかなイエローだね。正面から見るとここフェラーリのエンブレムあるね。で横から見るとこんな感じです。で後ろの方はしっかりフェラーリの羽馬のエンブレムあるね。で後ろのマフラーはこんな感じだね。かっこいいね。で反対側はこんな感じだね。で上の方から見るとかっこいいね。もう全般的にどこ見てもかっこいいね。実はね、ダッシュボードと運転席のパーツが別パーツだから色違いになってるね。この辺すごいかっこいいです。で当然サスペンションがついてます。で後ろの方はテスタロッサ2018だね。でフェラーリのライセンスが書いてあります。で裏のこのスイッチでヘッドライトが開きます。こんな感じだね。すごいいいね。こんな感じでアクションがついてます。でもこうやってどっちかというとこう閉じた方がなんかすごいかっこよく見えるけどね。じゃあ他のカラーリングを見ていきたいと思います。はい、じゃあしっかり見ていきます。発売記念仕様のこの白もかっこいいね。でフロントはエンブレムがこうしっかりあって形とかは一緒だよね。で横から見るとこんな感じで後ろもこんな感じだね。で反対側はこんな感じで、で上から見るとこれもやっぱりいいね。で裏の方を見るとこの裏のところも一緒かな。テスタロッサライセンスがあって2018だもんね。でヘッドライトを開けるとこんな感じだね。なかなかヘッドライトを、ね、こうやって開閉できるっていうのは斬新だね。でタイヤは当然サスペンション一緒だね。スポーツカーの白ってすごい速そうに見えるよね。で最後にこれはね、テスタロッサの通常仕様だね。はい、じゃあ通常版の方しっかり見ていきます。やっぱりフェラーリって言ったらこのレッドが一番かっこいいのかな。他と比べるとデザインとかは一緒だよね。エンブレムとかも一緒だしフロントのグリルとか横からも一緒だよね。で後ろの方はこんな感じでこういうところのすごいラインがすごい細かくてかっこいいね。でここちょっと見づらいけどテスタロッサってここプリントされてるんだよね。こんな細いところにすごい細かくプリントされてるってすごいよね。で近くで見るとフェラーリのエンブレムはこんな感じだね。で後ろの羽馬はこんな感じだね。ここはどうかな、見えるかな。カメラで寄るとどうかな、テスタロッサって書いてあるのかな。でリアのこの部分にもフェラーリのマークがあります。で横から反対側はこんな感じだね。で上から見るとこんな感じです。すごいこのレッドがメタリックとかではなくてすごい輝いてるよね。かっこいいです。で裏の方はここも一緒です。でギミック系も一緒だよね。ヘッドライトは開いた状態で内装も一緒だしサスペンションも一緒だね。やっぱりフェラーリって言ったらレッドなのかな。すごいかっこいいね。じゃあせっかくだから箱も比べてみたいと思います。でこれがタカラトミーモールオリジナルだね。で横はこんな感じだね。ここにライセンスシールがあります。
で後ろはこんな感じです。でホワイトがトミカプレミアム発売記念仕様のパッケージだね。横とかはこんな感じだね。で最後にレッドだから通常版だね。こんな感じになってます。はい、3台並べてみました。タカラトイモールオリジナルがこのイエローで、発売記念仕様がホワイトだね。でレッドが通常版だね。まあ、こうやって並べてみると人それぞれ好き嫌いあるだろうけど、個人的にはどうかな、このやっぱりフェラーリって言ったらこのレッドがいいのかな。でタカラトミーモールオリジナルのイエローは8月25日に発売されたね。だから今日宅急便で届きました。でいつもだとタカラトミーモールとトミカショップ同日発売だけど、今回はトミカショップが発売日ちょっと延期してたね。これから買いに行く人は気をつけてください。でヤフオクとかメルカリとか見るとこう、まあ、通常版でもプレミア価格になってたりするけど、特にこのイエローはなんかすごい異常な価格になってたね。定価は全部一緒なのにこれだけ5000円とかね取引されてました。でタカラトミーモールはもうやっぱり品切れになってるけど、トミカショップでこれから発売されるから、これから手に入れたい人はまだチャンスはあると思います。はい、こんな感じで3台揃うまで開封我慢してたけど一気に開けてみました。でまだこっちのラフェラーリの方はまだ開けてないね。こっちはこれからまた見ていきたいと思います。じゃあ今日はおしまいです。バイバーイ。